ホロスターズのアンプランのメンバーについて教えてください。あ、出た出た出てる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 。ホロスターズのアンプランは2023年7月20日に結成された4人組の男性バーチャルユーチューバーユニットです。合ってる合ってる。アルライズ、シエン、リッカ、花咲、みやびの4人です。おー、しかもちゃんと各々のプロフィール出てんじゃん。各技ピアノバイオリンガチ嘘。なんかめちゃくちゃ間違えてるんだけど。ガチ嘘。アルランディスってピアノとバイオリンいけんの？終わってんの？俺出身地フランス、パリだ。出身パリなんだけど。はい。ボンジュールやん。4月2日誕生日。ゲーム、料理、読書が趣味なんですか？誰だこいつ。僕の知ってるアルランディスじゃない。俺の、うん、これ特徴特徴え、でも合ってるよ。ほら、気品ある貴公子のような様子で真逆じゃねえか。いやいや、全然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 違う。全然違う。なんでで合ってるだろ、これだろ。全然違う。ピアノ、ピアノとバイオリンの演奏も披露してるんだよ俺は。嘘つくな。してねえしてねえ。知らん人や。支援は俺短いな。12月24日生まれ。クリスマスじゃない。クリスマスや。東京の。おい、獣人どうだ。獣人。え、その耳コスプレ？コスプレじゃありません。一般耳じゃありません。一般男性ってこと？イブーマン。一般男性コスプレ獣人じゃありません。東京都で生まれてるや。東京都出身の。コミケにしか出てこない人じゃありません。あとのは合ってるっちゃ合ってんじゃない？知的で。読書、音楽、歌やダンス。まあ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 。歌、ダンス、料理ね。あ、まあまあまあ。この辺はね。春さんほど嘘ついてないよ。出身地大阪、うん、合ってるよ。なんとかやねん。メイドイン大阪ですか、もしかして関西の方、関西の出身ですか。縮んでるし、誕生日も違うし、出身地も違うし、うん、まあ大体違うかな。え、でもイラストも描くって書いてある。描きませんね。あ、歌いコロロイド大阪生まれだったか。歌いながら描けるって。大阪生まれだったんだ。描けへんね。おもろいな、ちょっとね、突然明日から大阪弁みたいな。新しすぎるな。これちょっと関西弁使い始めたら、ね、ファンアートで見てみたいね。これは合ってるし、歌やダンスの方も合ってる。そうね、うん、あ、でも待って、少年、あ、少年、少年4歳で、確かに身長165センチだし、あー、まあでも大阪、いや、ちょっと情報が古いのかもね。あ、ちょっと古いね、成長前だった。成長前のやつかもしれない。さあ、初めて出た宮城の情報、1月1日元旦生まれ、京都、京都や。あ、京都来た。はんなりはんなりしてる。なんとかドスエーってやるやつだ。優しく穏やかな性格の性格。いいね。大体みんな料理得意じゃんか、これ。料理配信か。料理配信、まあして、してるな。大体みんな料理、みんな料理について言及されてる。みんな料理についてね。まあでも京都にいるおみやはまあ解釈一致あるやね。なんかみやびって名前だしね。はんなりしてる感じは絶対それで決めただろ、名前で。引っ張られてるやんけ。アンプランについてだね。アンプランはそれぞれの個性を生かしたパフォーマンスで多くのファンを魅了しています。今後の活躍が期待されるユニットです。あ、結成までの経緯、お、アンプランは2023年7月20日に結成された。違うけどな。メンバーは2022年12月に来られたホロスターズ2期生オーディションに合格した4人です。全然違う。おい、あれ、俺ら2期生、俺たちオーディションってなんだ。2期生だったんだ。嘘ばっかり。そうなんだ。3店舗ってこと？今後の目標、やばすぎ。アンプランは2023年10月28日に開催。あれ、まだやってない。10月？未来じゃん。ほ、あ、ホロライブ？え？ホロライブ？フィフスフェス、フィフスアニバーサリーに出演し、デビューライブを成功させましたって。マジかよ。おい、やばい、ネタバレやめてください。やばいやばいやばい。ネタバレやめてください。これダメです。これダメ。やばいって。いろんな意味で僕たち消されちゃわない？これ大丈夫？っていうか、じゃあデビューしてないってこと？これ。そまあデビューライブだからそういうこと。無心してるらしいですよ。10月ってもうあと、ね、1ヶ月後しかないけど。ちょうど1ヶ月後に。でもこれやばいやばい、これ公式でまだ発表されてないのに。まだ出てないんじゃないですか、これ。ちょっとやめてください、やめてください、やばいやばいやばい。ネタバレですね。ネタバレきたな。こんな適当なこと言うんだ。申し込みもう始まってないとおかしいけどね、10月28日だとね。いや、もう遅いわな、これ。残りあと1ヶ月ちょいしかない。僕も初めて知ったわ、ちょっと。大丈夫かな。何の歌歌うんだろうね、これね。匂わせも何もないけど。いや、聞いてみれば、じゃあ、アンプランのオリ曲についてみたいな。ああ、いいじゃん。ああ、でもいいじゃん。ちょっとそういうさ、アンプランの〇〇についてをちょっと今日は聞いていこう。